クリスヒロミ2月27日から2004年7月19日は、日本の内務官僚、海軍軍人及び陸上自衛官。第13代陸上幕僚長、第10代統合幕僚会議議長。クレ第一中学校、第一高等学校を経て1943年9月、東京帝国大学法学部卒業。高等文化試験行政課に、 主席で合格し内務省に入省するが、短期現役海軍法務課主を志願し、帝国海軍へ、南方戦線へ従軍し、海軍法務隊員として1945年8月の終戦を迎える。終戦後も現地で戦犯の特別弁護人を務め、復員が1948年まで遅れた。復員後は官僚に戻らず、弁護士となったが、 1950年に総理府事務官となり、1951年9月、警察予備隊に入隊し、警察市長に任じられる。第13師団長時代には、広島市の中心部で、関越式を行った。その後、東部方面総会を経て、1976年10月、第13代陸上幕僚長、1977年10月、 第10代統合幕僚会議議長に就任。1978年7月、週刊ポスト市場で、現行の自衛隊法には穴があり、奇襲侵略を受けた場合、首相の防衛出動命令が出るまで動けない。第一線部隊指揮官が長方機的行動に出ることはあり得ると、有事法制の早期整備を促す、長方機発言を行う。 かつて法務可視官であった視点での発言であったが、これが政治問題化し、記者会見でも信念を譲らず、同様の発言を繰り返したため、文民統制の観点から不適切として、時の防衛庁長官、金丸真に事実上解任された。しかしその後、首相の福田武雄が閣議で、有事立法、有事法制の研究促進と、 民間防衛体制の検討を防衛庁に指示。国防論議のタブーが破られ、以後多くの国防論議が巻き起こるきっかけとなった。1980年6月、第12回参議院議員通常選挙の東京都選挙区に民社党公認で出馬したが、落選。その後は、静岡新聞の客員論説委員、金沢工業大学附属国際問題研究所、所長。 国士館大学客員教授などを務めながら、多数の著書などで安全保障問題の発言を続けた。クリスの発言から25年後の2003年6月、有事法制の第一段階とも言える、武力攻撃事態対処関連参法、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律一部改正法が、成立、有事法制の基本法である。 武力攻撃事態対処法が施行された。事務次官は内局の長としてその職務範囲を行政事務に限り、部隊運用するを担当するを、統合幕僚会議議長と別系統と考えるべきと、している。また、部隊の運用及び運用に関する情報、兵館等は、統合幕僚会議の戦艦とし、事務次官を長とする内局は、シビリアン人事、土地建物装備品の管理、 施設の維持、建設業務、予算の総括、技術開発の角膜調整を鑑賞し、さらに国家安全保障の企画立案を主務とし、外国との防衛協力をも担当させるべきとしている。ありがとうございます。